柿崎明には、日本のジャーナリスト、元内閣総理大臣補佐官、共同通信社論説副委員長、編集委員、秋田県平賀郡平賀町生まれ、秋田県立横手高等学校、早稲田大学第一文学部卒業。1984年、毎日新聞社に入社し、1988年に、退社して、共同通信社に入社。 1993年から東京本社政治部に勤務し、2011年より編集局編集委員。2013年からは論説委員を兼任し、2018年に編集委員を外れる。2019年から編集局論説副委員長。この間、独立行政法人評価委員会臨事委員や法政大学法学部兼任講師も務めた。 2020年9月16日付で総務局付に移動し9月30日付で退社。同年10月1日付で菅義偉内閣の内閣総理大臣補佐官に任命された。報道関係者が国会議員を経ず内閣総理大臣補佐官に就任するのは初めて。首相補佐官就任に際し安倍政権をジャーナリストの立場で批判しながら その後継政権で官邸入りした柿崎の姿勢に対しては笑っちゃいました。だってあれだけ安倍政権を批判されていた方が官邸側に入るって何ができるんだろうなと興味深いですよね。どういうお仕事をされるかはこれからだと思いますが基本的な立場として権力の中に入るのはありえないと思っているのが私たち。意外じゃないところも後でお話しするが がっかりしたなど、批判的な声が上がった。ありがとうございます。